前まだそんなこと言ってんのか。見ろ、エレンは示した。戦えた。途方もなく巨大な敵に立ち向かい勝利を手に入れた。その勝利とはクマラシという圧倒的な力であり、我々の存続です。エレンは我々神聖エルディア帝国国民全員の命を救いました。その地ならしが期待通りに機能して我々を救う保証は何もないの。言ってしまえば人から聞いた話にすぎない。エレンはどうに閉じ込めているままだからでしょう。憲兵団が飲まされたとは言ってないぞ。